知ってるのか、その写真のこと。そりゃモノクマの写真なんだったら知ってるだろうな。答えません。どっちだ。出よ出よ。あとどんな部屋があるの？どっちから来た？こっちから来たんかな。あ、そこにいたいた。どうやら今度は3階が開放されていた。ざっと見たところ物理室や美術室などがあるようね。特に物理室には何か巨大な機械があるけど、あれは何なのかしら。巨大な機械。あの朝日奈ちゃんが聞いた音はどこから聞こえてきたんやっけ。お風呂？あれ違ったっけな。なんか電信柱。地下。やっぱりあれやないの。世界の方が滅んどって、ここ地下シェルターとかなんじゃないね。え、そのまあ、もともと来た時はさ、外にあったかもしれんけど、多分みんなが校舎内に入った時点で気絶させられて、その間に地下にこう埋まっていったんやない。あ、もうなんか私確信に迫ってきた気がする。全然違うかもしれんけど。美術室、ここは一応美術室みたいだな。なんかわけのわからん絵がいっぱい貼られとるけど、なんだかいろいろとおかしい気もするけど。あ、モノクマの像が。ごめんね、山田くんが一番やね。これはこれは充実した設備ですな。アート精神をくすぐられますぞ。画材はもちろん彫刻用器具までずらりと完備してあるではないですか。彫刻用器具。山田くんって彫刻にも興味あるの？つまり基本二次元限定なんですが、フィギュアは別です。ギリで二次元です。ギリの意味がわからないけど。特にチャランポさん、パンプキンヘッドさん、六本木三郎さんの作る作品には憧れていましてね。うん、全然わからん。チャランポさんは筋肉の表現が美しく、その持ち味が従前に発揮された猫ママシリーズが秀逸です。筋肉の表現なのに猫ママシリーズ、全然想像がつかないんだが。筋肉もりもりの猫、そしてママなの。パンプキンヘッドさんは今世紀を代表する妖精さん原型師ですし、六本木三郎さんは美麗華道フィギュアを得意とし、メカ娘の布教のために海外遠征までなさっている。いずれもフィギュア界の指定の女にふさわしいお方。最近のさ、アプリゲームってなんかメカっぽい女の子のね、アプリがすごい多いんやけどさ、私その辺の結構苦手なんよね。なんかやっぱ世界観がさ、ダークな感じというか、四天王って一人足りないけど、何も分かってない。三天王では中途半端でしょうが、ズバリ。それに席が一つ空いているのはズバリ僕のための席なのです。始まる。こっから僕の世紀末覇王伝説が始まるのだ。そっか、頑張ってね。引く。ほら、モノクマの像がある。これはモノクマの像か。こんなもの誰が作ったんだよ。意外と出来はいいけど、まあ確かに綺麗ではあるけども。これはヴィーナス像か。うん、美術室っぽいな。そしてそれの円まであるし、これも気になった。これって仁王像だよな。デッサン用の仁王像なんて聞いたことないぞ。てか、このベッタベタに貼られてる絵が一番気になる。壁一面に絵が貼られている。手抜きの落書きっぽいけど、これも芸術なのかな。別に特に後ろの何かを隠しとるとかいうわけでもないんやろ、多分。美術室にもモノクマが映るモニターがあるのか。気にしてもしょうがない、放っておこう。まあ、だって個人の部屋にだってあるんやけんね。あるやろうね、美術室にも。ここにも監視カメラが。無視したいけど無視できない。これは入ってきた人とは別の音かな。お、あ、なんか写真が落ちとるよ。ここは美術室に隣接した倉庫、美術倉庫ってところか。え、これあれやない、大和田モンドと、え、藤崎さんもおらん。真ん中わからんけど誰か。床に何か落ちてる。写真みたいだけど。と、その写真に手を伸ばしかけたところで、僕の手は止まった。あ、
あれや、誰やったっけ、レオン、なんとかレオン。は、そこに映っていたのは死んだ藤崎くんと桑田くんと大和田くん、しかも彼らは笑顔だった。なんだよこの写真。途端にいくつものクエスチョンマークが次々と頭の中に浮かんでくる。なんでこの3人が、なんで一緒に写ってる、なんでこんな笑顔、いつ撮った、誰が撮った、カメラは、現像は、それにこの教室の窓、鉄板がない。じゃあこの写真が撮られた場所って希望が峰学園じゃないけど、それらのクエスチョンマークは解消されることを待たずに強引にかき消されてしまった。返してよ、それ僕んだよ。突然現れたモノクマによって写真は奪い取られ、僕がシアンにくれる時間は終わりを告げた。はあ、もしかして見ちゃった？でもいい笑顔でしょ。学園生活をエンジョイしてるっていうか、青春の1ページってやつですかね。知ってるのか、その写真のこと。そりゃモノクマの写真なんだったら知ってるだろうな。答えません。どっちだ。おい、どっちだよ。突っ込むだけ無駄だった。絶対ここの場所の、んー、なんていうん、もともと知り合いで記憶が消されとるとか、もしかしたら全員知り合いで記憶が消されとるか。最初ね、あれかなと思ったんよ。そのやっぱり私がね、こうかなって思った、実は外の世界が崩壊してここにおる生徒たちは実は守られとる側やと考えるとすると、処刑でも目の前で処刑されおるもんな。処刑が実は嘘で、まあ、マネキンか人形かなんかそんなものにさ、まあ、ささってすげ替えられて実は生きとって保護されとんかなって思ったけど、あの写真見た時に。でもあれだよね、処刑された側の大和田くんとレオン、あの二人はそれでわかるけど、藤崎さんは殺された側やもんね。そこはだってちゃんと殺されたってことやろ、生徒自身がやったんやけん。でそこはわからんよね。台車だ、彫像とかを乗せておくのに使うものだな。どういうことなんやろ、あの三人が組んどったとかいうわけでも。わからねえ。こんな倉庫にもモニターが徹底してるな。気にしてもしょうがない。放っておこう。多分、生徒間で殺された人はちゃんと殺されとんやないかなと思うんよね。モノクマが手を下したやつは生きとる可能性あるんじゃないかなって思わんでもないけど。この辺なんか武器になりそうだね、新しく。壁に傷地がある。彫刻作成なんかで使うんだろうか。彫像自体も使えそうやな、殴るのに。こんな倉庫にも監視カメラが徹底してるな。さっきと同じか。いや、さっきモニターやったんか。なんだろうな、山田くんおらんくなったんかと思った。なんかね、いろいろと謎が増えてくな。でも、思ったより悪いやつじゃないんじゃないかなと思いつつ、だって多分やっぱり何もせんかったら全員ちゃんと生き残れるパターンはあったんじゃないんかな。ほら、まだあるね、上の階。上り階段があるけどシャッターが降りてる。まだ上があるのかよ。多分自分たちが勝手に疑心暗鬼とか、まあいろいろなって。何ここ、これ物理室、なんかすごい扉やね。なんか自分たちでいろいろとそういう疑いあったり、いろんな考えがあって殺し合いみたいなのになっとるけど、本来は誰も死なんでも大丈夫やったんじゃないの。ここは物理室か、大丈夫か、顔色。
やっぱこれの、え、ここの音じゃない？朝比奈ちゃんが聞いたの。でも場所ここじゃなかったよね。わからん。でも教室っていうより、まるで何かの研究所だな。大丈夫かい？石丸くん、ここって何かの研究所みたいだよね。なんかあれやね、魂抜け取る感で全然反応はせんけど、ちゃんと移動はするんやね。ちゃんと新しい場所には来とるんやね。ダメだ、反応ない。なんかの機械ってことはわかるけど、そもそも物理が何かよくわからない僕に、この機械を理解するのは難しそうだ。私も物理全然わからん。なにこれ？カメラ？カメラじゃないこれ。あ、これって、なにこれ？なんだかアニメ調の妙なデザインだけど、デジカメだよな。ちょっと汚れてるけど、電源はちゃんと入るみたいだ。山田くんならわかるんやないんこれ。なんて書いとん？なんか最初の部分わからんけど、その後はもちもちプリンセスブーコって書いとる気がする。これは使えそうだぞ。後でみんなにも見せてみよう。これで撮った写真かな、さっきのやつ。あの3人で写っとったやつ。なんか上、あ、関係ないか。上の階に来とるんやもんね今。このバカでかい機械は何なんだ。うお、びっくりした。何なんだよ、時をかけちゃうの。何それ、タイムマシンなの。すごくない？希望ヶ峰学園の製造が開発したんだよ。超高校級の物理研究者、絶望の末に死んだ元希望ヶ峰学園生だけどね。タイムマシン本当なのか、過去に戻れるのか。ちゃんと言葉は聞こえとんやね。だったら僕を乗せてくれ。過去に戻れば、そうすれば今度こそ兄弟を止められる。無理だよ、このタイムマシンって1分しか戻れないもん。めっちゃ一瞬。カップラーメンを1分長めに放置したなんて場合は重宝すると思うけどね。くだらねえ。1分、あれあれ、がっかりした、っていうか全部嘘なんだけど、タイムマシーンなんてないない。え、あのね、本当は空気清浄機なんだよ。空気清浄機、つまりめちゃくちゃ大掛かりな。あらゆる状況下で酸素を生み出せる優れものだよ。それさえあれば火星でだって暮らせる。まあ気温とか重力の問題があるから、実際のところ火星には住めないでしょうけど。お前ら、とにかくお前らが美味しい空気をいただけるのはその機械のおかげなんだから。でもやっぱそうじゃない？美味しい空気をいただける地下やけんさ、こういう大掛かりなものがなかったら建物全体に空気なん、空気というか酸素なんか行き渡らんってことなんやない？いじって壊したりしないように。絶対そうや、守ってくれとんやきっと。この大きい機械がただの空気清浄機だって？いや、そんなことより大丈夫かよ。またわざわざ傷ついてる人間を追い詰めるようなこと言うなんて、くそ。でもなー、本当に守ってくれとるとしたらあれよね、やっぱり死ぬような選択肢はない気がするんやけどな。やっぱり実はみんな生きてるパターンないかな。生徒同士で殺し合ってしまった分はやっぱりしんどるよな。物理の実験とかで使うものか。資料の他にも滑車やプレート、磁石や見たことのない機器が並んでる。それとも殺そうとした時にモノクマが現れて何か言われるとかないか。もちろんここにもモニターが。こんなものを気にしてもしょうがない、放っておこう。まあもしそんなんやったらね、処刑される時の演技うますぎよね。まあ大和田くんは腹くくっとったけど。おお、こんなところに。ここは物理準備室ってところか。なんかごちゃごちゃしてるし、妙な薬品臭も。ここって落ち着くわ、和むわ。フォルマリンの匂いがたまらなく、マジで興奮する。つかりたい、つけたいじゃなくてつかりたい方なんや。ジェノサイダーが気に入るくらい最低な場所ってことだな。それにしてもいくつか発見はあったけど、手がかりどころか妙な発見ばっかりだったな。なんだか混乱してきたし、食堂でみんなに相談してみた方がいいかもな。一旦食堂に戻ろうかな。そろそろお昼？あ、朝比奈ちゃん。
食堂に戻った僕の目に真っ先に飛び込んできたのは、あ、朝比奈さん。慌てて彼女に声をかけようとしたものの、その声は遅れた食堂にやってきた別の声によってかっ消されてしまった。朝比奈、体調悪いんじゃなかった？いや別にそんなにびっくりせんでも回復したんやなってふうに思わん？食堂に集まってきたみんなが僕を通り越し、朝比奈さんの周りへと群がっていく。当の朝比奈さんはみんなに囲まれ、気まずそうな表情を浮かべていた。朝比奈よ、もう大丈夫なのか？うん、ドーナツ食べたら元気になってきた。好きだねドーナツ。うん、ですが腹痛だったんじゃありません？それは腹痛のせいでお腹減っちゃったっていうか、ちょっと記憶が入り乱れてるみたい。記憶が大丈夫か。金魚は自分の殻具合を顧みず、出された分だけの餌を食べると言いますが、破裂するんじゃん。朝比奈葵殿も大して変わりませんな。あんたにだけは言われたくないんですけど。だが、ともかく心配したのだぞ。ごめん。つうかさ、あんた、え、何よ、おっぱいでかくね？何それ、牛乳に相談した？牛乳に相談ってなんだ、怖い怖い。朝比奈から離れろ。なんか体の周りから出よったよ。とりあえずまずは調査の報告会でもすっかだろ、石丸っち。おい大丈夫かよ。だそうだべ。何も言ってねえよ。やっぱみんなは集まってないんか。あ、戸上くんだけおらんの。3階には美術室がありましたな。しかもいろんな設備も充実していましたので、これでアニメキャラを制作し放題ですぞ。ね、あのカメラのキャラクターのことわからんのかな。そうだ、アニメで思い出したんだけど、探索中にこんなものを見つけたんだ。もしデジタルカメラかみたいだよ。うん、使えるんか。それは大丈夫みたいだよ。だべ、ドラドラ貸してみ。なんだこりゃ。おもちゃ並みの低スペックだね。画像は5枚程度しか保存できねえし、セルフタイマーもついてねえぞ。な、それにしても微妙なデザインですわね。何ですのその妙なアニメキャラは。何も分かってない。失礼な。下道天使もちもちプリンセスのプリンセスブーコだぞ。下道天使って書いとったんや。山田くん知ってるの？知ってるも何も、そのデジカメはアニメ化決定イベントのビンゴ大会で一等を当てた者のみに与えられたという超レアもので、僕がその当選者に大金を積むことでようやく譲ってもらったという一品。え、自分の？僕のじゃねえか。え、どこにあった？物理室に置いてあったけど、宝物だからこの学校にも持ってきて。だけど初日に携帯とかと一緒になくなって。そんなものがどうして物理室にあったのでしょう。しかし、つうか、うわ、このデジカメ、いつの間にかすっげー汚れてるんですが。コレクションしてたシールを勝手に貼られた気分、もしくはカットシャツを先に他人に着られた気分。もういいや。いいって。やっぱり記憶が消されとるんじゃない？多分さ、このゲームを始めてすぐの時のこの学校にやってきたところ、この学校にやってきて多分みんな普通に学校生活を送りよったんじゃないかな。普通に学校生活を送りよって、でさっきの写真のあの3人もすでにもう仲いい友達になっとって、だって汚れとったんよね。多分記憶がなくなっとる間のってことやろ。自分でちゃんと使いよったってことなんやないんかな。多分みんな来た時からなんて言うんやろ、最後の記憶が来たところで終わっとるってことなんよね。みんな多分そこからもう数ヶ月とか何年とか、何年はないかな、数ヶ月ぐらいかな、経っとるってことなんやないかな。汚されてしまった。もういらねえよ。さっきまで大事だって力説してたのに。でしたら私が預かってもよろしいですか。何かに使えるかもしれません。みんな友達やったとこなんじゃないの。もしデジカメを使いたい方がいらしたら私に声をかけてください。まあデジカメを使う機会なんてそうそうないと思うけど、5枚ぐらいしか映らんってどういうこと。デジカメに枚数制限とかあったっけ。ねえ、フィルムじゃなかったら別に枚数制限なくない？あるんかな。
それもそうだね。なんかちょっとそんなような感じがしてきたな、私の中では。どうなんやろうな。大丈夫か石丸くん、やっぱりダメか。でもちゃんと部屋からは出てくるんだね。うん、そういやさっきトガミッチを見かけたべ。おいごめん。どこだ、どこにいた。怖いって。どこにいた。図書室の本を大量に持って更衣室で読書してたべ。更衣室、なぜ。ダメ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 。こんなところに隠れてやがったか。逃がさねえぞ。そこがターゲットなのか。危険だな。すっ飛んでったべ。大丈夫なのかな。放っておきましょう。まあどっちがいなくなってもって感じかな、みんな的には。そう、3階には仰々しい物理室があったわね。その中央に見たこともないほど巨大な機械、空気清浄機らしいよ。なんでそんなもんが。んそんなに大きな空気清浄機なのか。うん、なんだか意味不明だね。多分普通に学校生活を送りよる中で世界が崩壊したんじゃないんかな。でそこで記憶を消して校舎ごと埋められたと私は推理する。 あのさ捜索は手伝えなかったけど、その代わりちょっとした発見をしたよ。もしかすっと、またドーナツ絡みの発見じゃねえべな。もうドーナツ絡みの発見ってどんなよ。確かに。そうだ、じゃなくて保健室だよ。1階に保健室があったでしょ。だが鍵がかかっていたはずだが、あ、みんなそこ気づいてなかったんや。うん、それがね、開くようになってたの。なら。プロテイン系はあったか。サプリ系でもいいぞ。あ、その辺のは倉庫には備蓄されてないんやね。うん、私も探したけどなかったよ。頭痛薬とか市販の医薬品ばっかで。そうか、残念だな。あ、不死。残念だよね、もう世界の終わりってくらい。そんなに残念なのか。3階を一通り見て回ったのだが、やはり教室や廊下の窓は鉄板で封じられていた。リアルな話、いい加減にしてほしいべ。これの太陽と青空を返せっての。忘れましょう。小銭落としたみたく軽く言うなって。念のため片っ端から鉄板を調べて回ったが、どれもこれも頑丈に突きつけられてあった。やはり3階からの脱出も難しいようだ。そっか。ここの景色はあれなんやっけ、それともガラスが強化されとんやっけ。ただの絵とかそんなんやった。そうですわ、皆さんに朗報ですわよ。3階に娯楽室なる教室が存在しました。ここでの学園生活がより一層充実すること間違いなしですわね。どなたか今度オセロでもご一緒しましょう。これで一通りみんなの話は聞き終わったな。じゃあ最後に僕からだ。あのさ、聞いてくれる？ちょっと気になるものを見つけたんだ。え？気になるもの？3階の美術倉庫で変な写真を見つけたんだ。結局はモノクマに持ってかれちゃったんだけど。え？変な写真ってエッチいやつ？そういう変じゃなくって、その写真には桑田くんと大和田くんと藤崎くんが一緒に写ってたんだ。どうして？あの3人が、しかも3人とも笑ってたんだ。あの3人が笑って写ってるなんて、そんな写真いつの間に撮ったのでしょうかね。しかもそれだけじゃないんだ。その写真に写ってた教室の窓には鉄板がなかったんだよ。でこの学園で撮った写真ではないと。いや多分この学園なんやろうけど、その記憶なくなっとる記憶の部分なんじゃないかな。ですがあの3人が学園に来る前から知り合いだったなんて話は聞いていませんわ。きっと幻ですがな。モノクマに邪眼でも使われて、いや確かに見たんだって。この学園に来た後でも来る前でもないんだとすると、じゃあその写真が撮られたのって。どうだってな。実は3人とも生きててここから出た後に撮ったんだべ。いや私もそれは一瞬思った。やけど多分藤崎さんはちゃんと死んどんじゃないかなと思うんよ。もし後の2人が生きとったとして。そうかしら。それはないわ。だって私たちは自分たちの目でしっかり確認したはずよ。彼らが殺され、そして処刑されていた姿を。いやあの3人だけじゃない、
モノクマにやられた江ノ島さんも、それに舞澤さんも、僕らが見たものは幻でも何でもなく、間違いなく現実だった。みんな間違いなく死んでいた。生きていたなんてありえないほどに。だったらなおさら、あの写真はいつ撮られたものなんだ。モノクマが捏造したのでしょう。それ以外には考えられませんわ。何しに？捏造？やっぱりそうだよな。忘れんべ。モノクマのいたずらなんか気にしててもしゃあないって。やっぱりみんな死んどるか。その通りですわ。それに、それ以外にも気になることがありますしね。そちらの件も確認しておかなければならないでしょう。それ以外にも気になることって何？